すべてがうまくいっている 1% の人になるために、歯科医師、セラピスト、コーチとして6万人以上の方の悩みに寄り添ってきたベストセラー著者である井上博之さんが解明された45個の習慣をご紹介しています。順番にこだわらず、これならできそうだなぁと感じる項目からぜひ始めてみてください。32、うまくいっている 1% の人は学びイコール喜びと考えている。うまくいっていない 99% の人は学びイコール苦痛と考えている。やっと勉強から解放された、社会人になった時、こう言って大きく伸びをした人も多いのではないでしょうか。でも本当の学びはそこから。社会人になってからの学びは、学生時代の勉強とは比べ物にならないくらいの喜びに満ちています。私は30代半ば頃、初めて人生に対する考え方を学ぶ本と出会いました。それまでも本が好きで相当量の本を読んでいましたが、当時私が読んでいたのは歯科学の専門書や経営書が中心でした。今も歯学や経営学は学び続けていますが、同時に人生に対する考え方について学ぶことが加わったのです。先達の知識や知性に出会い、それを自分に取り込む。するとそれが自分の新たな力となっていきます。その実感は興奮してしまうことがあるくらいエキサイティングです。自分が成長していることを実感することほど大きな喜びはありません。50歳になった今も夢中になって学び続けているのは、学べば学ぶほどその喜びが私の中で拡大し続けていることを感じるからです。何か一つでもいい、これというものを見つけて本気で学び始めると、新たな視界が開け、人生に新しいステージが開けるでしょう。本を読むことや研修会に参加することだけではなく、周りの人の言動を観察することも学びです。自分自身を深く見つめることもまた学び。こうした学びをいつもいつまでも続けていく。そこから成長のポテンシャルが生まれ、自分自身の内面が深く育ち成熟していくのだと思います。さまざまなことがうまくいく幸福な人生は、こうしたことの総合的な結果として実現されるのだと私は信じています。 1% の人になるために、学びを成長の原動力にしましょう。33、うまくいっている 1% の人は、本から得た学びを自分の人生に必ず生かしている。うまくいっていない 99% の人は、本から学びを得ただけで満足してしまう。私は多くの世界的名著を読むたびに、なるほど、こんな風に考えればいいんだと深い感銘を受けてきました。しかし確実に知識が蓄えられていく一方で、いつの頃からか、どれも正しい、でも微妙な違和感があると感じ始めていました。そしてある時、はっと気づいたのです。
本やセミナーのテキストなどに書かれているのは、不特定多数の読者に向けた情報や教えです。どんなにクオリティが高くても、読者一人一人にぴったり合うとは限らないのでしょう。人生の成功哲学やスキルも同じです。著名な思想家や研究者は、私たちの人生の先達です。目標とすべき素晴らしい方もたくさんいます。でも、先達の教えを学ぶと同時に、それぞれの人生に合わせてカスタマイズする必要があるのではないでしょうか。真摯に教えを学び、学んだことを自分なりに消化して、目指す生き方や自分の状況、実力に合わせてカスタマイズする。自分にぴったりフィットしたオリジナル仕様のものに作り変える。この工程を持たなければ、学び、知識やスキルを得たとしても、本当の意味で人生に生かすことができないのではないか、と思うようになったのです。相談者の方との心のコーチングも、この考えに基づき、マンツーマンで向き合って行っています。どんなに素晴らしい教えも、自分の人生計画や性格、行動パターンに合わなければ、最大の効果をもたらすことは望めないでしょう。自分なりの咀嚼を加えて、本当に自分に役立つものへとカスタマイズする、という発想を持つと、学びの効果はより確実なものになると思います。1% の人になるために、学んだことはカスタマイズしましょう。34。うまくいっている 1% の人は、自らを成長させるためにお金にこだわる。うまくいっていない 99% の人は、お金にこだわるのは卑しいことだと思っている。お金を愛している。お金にこだわる。できるだけたくさんお金が欲しい。私は時々あえてこう言っています。お金を軽んじることは、社会的な評価を軽んじることにも通じるという思いがあるからです。サッカーや野球など、プロの選手の契約金や年俸は、その選手の価値の一つの指標となります。実力と人気、お金はちゃんと比例していますよね。ビジネスマンの世界も同じです。そして高額な報酬を得ている人ほど厳しい評価の目にさらされているものです。日本では今でもお金にこだわらない人を品性が高いとみなし、逆にお金のことを口にするのをはしたないとする傾向が根強くあるようです。でもこれではお金の社会的な価値を正しく認識しているとは言えません。卑しい心でお金を思うから卑しさが浮き上がってくるのです。見苦しくお金に執着するからお金が汚れて見えるのです。お金が欲しいという言葉の真意は、自分をもっと高めたいという気持ちなのだという視点も持ってほしいと思います。お金が持つ力を率直に認めると、お金に対する思いは清らかに浄化されることでしょう。お金が欲しいという素直な思いを臆することなく口にしていいのです。1% の人になるためにお金を愛しましょう。さあ、今夜はここまでです。次回をどうぞお楽しみに。